奥義のタクシンは中央競馬立東トレーニングセンターの機種。機種免許は平地競争、障害競争の両方を所持。兵庫県内の乗馬クラブで腕を磨き、2004年4月に JRA 競馬学校機種課程第23期生として入学。2007年2月に競馬学校を卒業し機免許を取得する。同期には浜中春、藤岡幸太。 マルタ京介らがいる。卒業前の12月16日に中山競馬場で行われた模擬レースではマルタに次ぐ2着であった。初起乗は3月3日の中京競馬第1競争においてブライティアアーチに起乗し16頭立ての11着。1週間後の3月10日の中京競馬第3競争においてコアレスリーバに起乗し初勝利。初年度は11勝を挙げる。 初重賞価値は、デビュー3年目の2009年1月18日の日経新春杯で、テームプリキュア騎乗によるもの。この時は、ハンデ 49kg を生かした大逃げによる、勝利であった。2014年6月22日の箱館競馬第4、競争を栗のクレオパトラで制し、JRA 通算100勝を達成。ザウの命は、和してどうぜず、 目標とする騎手は、松永美紀夫、夢は、外旋門賞の制覇、特技は、コサックダンスと、スプーン曲げ。初重症勝利となった、日経新春杯では、阪神ジュベナイルフィリーズ以後3年以上勝てず今、レース限りでの引退を表明していたテームプリキュアの、優秀の美を飾り、後に引退が撤回されたことで、一躍、地の人となった。安定に、 オギノが起用された理由としては、当日のハンデが 49kg と長計量だったことや、馬所が無名機種の起用で実績のある竹園正し計であったことなどである。なお、オギノはこのレースの数日前に丹波市の成人式に出席したばかりであった。低イエームプリキュア引退の際には、自身のブログで最も影響を受けた馬として、感謝の言葉を多数並べた。 KM プリキュアやゴールデンハインドなど逃げ馬で結果を残すことが多く、逃げ馬との相性がいい。ABC、競馬学校、卒業生、紹介さん、小木の拓進。JRA 競馬学校。2015年7月2日閲覧。小木の騎手、小林騎手、フリーに。NETKEIBA.com。2014年2月1日閲覧。AB。 JRA 機種名館、小木のタクシン。JRA、2020年5月12日閲覧。ジョッキーも舌を巻くゴールドシップの状態とは。競馬ラボ、2015年7月2日閲覧。初起業を終えた、新人機種のコメント。NETKEIBA.com。2015年7月2日閲覧。小木のタクシン機種、JRA 初勝利。 netkeiba.com2015 年7月2日閲覧日経新心春杯テーエムプリキュアが3年ぶりの美酒 n e t k e i b a c o m 2 0 1 5年7月2日閲覧日系一心春杯はテーエムプリキュアが逃げ切り部位 netkeiba.com2015 年7月2日閲覧 大木のタ新騎手機種 JRA 通算百0 0章達成。ラジオ日経2014年8月25日閲覧。テームプリキュアが現役続行天皇賞を目標に。ラジオ日経2020年5月10日閲覧。日経新春杯プリキュア賞。引退撤回も。ネット系はコム2020年5月10日閲覧。大木のタ新重賞出走レース。 寝時は2020年5月12日閲覧。ありがとうございます。